Para magbigay ng mensahe ang mga nagsipagtapos, tinatawagan po natin si Ginoong Cyrus Mendoza para magbigay ng isang mensahe na sa wikang Hapon. Bawal ng spleen. Mina sama, konbanwa. Watashi wa Cyrus to moushimasu. Mazu, Batch 5 no minasan ni omedetou gozaimashita. Yumei na kotowaza ni yoruto, the journey of a thousand miles begins with a single step. Toyu no wa, watashi tachi wa mokuyou wa tasei suru tame ni 強い決断を持たなければなりません。それは私たちの ITTC の最初の日と同じです。最初に入った時、皆さんは知りませんでした。日を過ぎて、私たちは一緒に一生懸命に勉強して、いい友達になりました。クラスメートを手伝いながら、親友関係をもっと強くなりました。IT だけではなくて、日本語と日本語の文化、習慣などもたくさんありました。平日の6時頃起きて、8時の日本語のクラスを通って、まず、カナを習って、レッスンがだんだん難しくなりました。特に文法、単語、漢字でした。でも、先生方は、クラスの活動を一生懸命に教えてくれて、ゲームといろいろな活動も、例えば折り紙、風呂敷、そして弁当作り方をやってくれた。クラスは面白くて楽しかったです。そして今、ITTC のトレーニングの終わりが来ました。1年間は素晴らしい経験でした。忘られない思い出は、先生のもちろんチッチャロンとケリーベルズの言葉、そしてクラスメートの人気があるニックネーム、例えば田中さん、ニハオさん、そしてドロビ君とチカンさんたちもいます。悪いけれども、それはクラスメートのヒューモアで作られたニックネームです。最後にお礼に言葉を述べたいと思います。ドクトルカール、ITTC、JICA、JICA と奨学金のスポンサーの皆様にお世話になっております。また特に先生方は、何度も間違いをする私たちに熱心に指導くださいました。私たちは本当に心から感謝いたします。どうもありがとうございます。いや、まだです。まだですから。すみません。すみません。今日は私たち卒業者にとって ITTC での最後の日です。残念ですが、今日はまた道を分かれ、先生方とクラスメートたちにさよならを言わなければなりません。これから私たちはそれぞれの道を進んでいきます。 ITTC で習ったことと自分自身を持って頑張りたいと思います。皆さん、さよならを言わないで、いつかどこかまた会いましょうね。ご清聴いただきありがとうございました。